M フォンツ、M フォンツ、M プラスフォンツは森下孝治によってデザインされているゴシック体の日本語フォントである。アウトラインフォントの M アウトラインフォンツとビットマップフォントの M ビットマップフォンツとがある。フリーソフトウェアであり、さらに利用、改変、再配布についてほぼ制限のないライセンスが適用されているため、このフォントをベースにカスタマイズを施した派生フォントが 多数配布されていい。2種類の和文フォントと4種類のオーブンフォント、それに X ウィンドウシステム純正カーソル代替の M、カーサースで構成される。和文フォントは、従属オーブンが、半角固定幅の M5 シックとプロポーショナルの、M5 と P が提供される。いずれも和文は、全角固定幅であり、10PX と 12PX のレギュラー体及び、ボールド体が含まれる。 オーブンフォントは、フィックスと代替の MFXD、ヘルベッティカ代替の MHLV、UI での利用を想定した、M シス、極小フォントの M 株が提供され、MFXD と MHLV には 10PX と 12PX のレギュラー体及び、ボルドカラダが、M シスには 10PX のレギュラー体と、ボルドカラダが含まれる。M 株は 6PX のレギュラー体のみ、 オーブンフォントには、基本的な英数字、ISO、IEC8859 から1の範囲の文字、やユーロ記号、ユーロ、U プラス 20AC が含まれる。和文フォントには、JISX0208 の金文字と記号類、それに約7000字の漢字が収録されている。2002年に制作を開始。最新版は2003年7月14日リリースの2.24。 2003年10月から制作開始。開発には、アドビーイラストレーターを使って一字ずつデザインされていて、フォンテ法字でトルータイプフォントに変換されている。多くの用途において、未だ実用的なグリフ数に達していないため、グリフを補った v l シックフォントファミリーなどの合成フォントがいくつか作られている。漢字については2016年9月30日時点の、 テストフライト062番で、実数第一水準を含む後、200文字が収録されている。以下の和文と従属オーブンを組み合わせた7種類のフォントが配布されている。M フォンツは、複製、再配布、改変に関する制約がほとんどない M フォンツライセンスの下で配布されているため、M フォンツをそのまま、あるいは加工して、別のフォントと組み合わせた書体が数多く配されている。 なお、派生フォントは、M、フォンツライセンス以外のライセンスを採用しているものも、あるため、使用においては、注意が必要である。ミニミックスおよびミグは、M フォンツに、IPA フォントの文字を加えて、JIS2004 に対応させた合成フォント。作者は、伊藤博9バージョンの M プラス 1P1PG の後継にあたり、ライセンスは、IPA フォントのものが適用される。 どちらも共通して、フォント名の数字、1、2は、ひらがな、カタカナ、A 数字のグリフが異なる。数字の後ろにつく、P、C、M は、P、C が、プロポーショナルフォント、M が、モノスペース、等幅フォントである。それぞれには、A と、ボールドレギュラー、コルリ、コルリは、M アウトラインフォンツの A 数字をに置き換えた、合成フォント。作者は、 リンドウームライセンスはオープンサンズのアパッチライセンス2.0を引き継いでおり、コルリという名称及びメインイメージはコルリとしている。同一の作者による派生版として M フォンツの代わりに VL ゴシックを使用したベルコーリーやコルリの漢字を源の核ゴシックで補ったオールリなどが制作されている。開発当初の名称はショールリフォントであったが、 2014年5月10日、公式サイトの改修やギトハブでの公開に合わせ、コルリに解消された。コルリは、オープンサンズに合わせた5種類のウェイトからなる。ウェイト名と元のフォントの対応は、以下の通り。ラウンディド M、ラウンデッド M プラスは、M フォンツを、丸シック体に加工したフォント。作者は、MM、2012年に、伊藤博によって、同名で、 リリースされたフォントと同じ手順で作成されているが、MM によってリリースされた自家製ラウンディド M の方が、より新しいバージョンの M をベースにしているため、収録文字数が多く、伊藤博のブログ記事でも MM によるバージョンの使用が推奨されている。M フォンツを単体で改変したフォントのため、文字の形以外の使用が同等であるほか、元の制限のないライセンスが維持されている。 丸みの強さによってバリエーションが用意されている。また、それぞれのバリエーションで M と同様のウェイトが展開されている。マガン、無限プラスは、M フォンツに不足している文字を Adobe と Google によるオープンソースフォント、弦の核ゴシックで補ったフォント。作者は MM。バリエーションとして、同じ仕様のまま丸ゴシック化処理を施した、ラウンディドマガン。 ラウンデッド無限プラスも存在する。M と同様の7ウェイトが用意されているほか、日本語や全角記号をプロポーショナル化したバリエーションが追加されている。ラウンデッドマガンは、ラウンデッド M と同様に丸みの強さによってバリエーションが用意されており、それぞれで M と同様のウェイトが展開されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。